先は。評価を発表するわよ。どこ行く？ありとも、いつに。さて、行き先は。
こ行くどこ行く？お父さん、ただ。走らせた筆先で奇跡を紡ぐ旅を始めよう。開かれた表紙をくぐって夢の先の未来図を描く。
やあ、オネット。久しぶり。悪いな。仕事が忙しくて、なかなか会いに来られなくて。国一番ってのも大変だ。客がひっきりなしに来て、休んでる暇がない。あいつらは真面目に頑張ってるよ。お前との約束を守るんだって必死でな。みんなのための錬金術師、あいつらならきっと。無事国一番のアトリエになるという夢を叶えたリディとスール。国でも一番の人気となった彼女たちのアトリエには毎日たくさんの客が訪れます。忙しい日々を送りながらも、彼女たちは精一杯仕事に励むのでした。自分たちの錬金術でみんなを幸せにしてみせる。消えてしまった母親との約束を胸に秘めながら。スーちゃん、追加注文レール200個、明日まで。ああ、そんなの二人で間に合うはずないじゃん。お父さんは？それが、だいぶ前から見当たらなくて。間違いないよ、あのバカ親父。うん、文句言ってても仕方ない。リディ、半分お願い。私も今のが終わり次第取り掛かるから。任せて。さて、早速作るとしますか。うん、じゃあ頑張るための合言葉、いっせーのせーで、みんなを幸せにするために。リディー&スールのアトリエ。どこに行こうかな。本当にこれでいい？じゃあ評価を発表す。Thank you.
こ行く、どこ行く？走らせた筆先で奇跡を紡ぐ旅を始めよう。開かれた表紙をくぐって夢の先の未来図を描く。
みんなのための錬金術師を目指し、今までより大きな店を営むことにしたリディとスール。必死にお金を貯め、ようやく開いた二人の店は、努力の甲斐もあり、毎日大繁盛。スールの天性の商才もあり、瞬く間にその規模を広げていったのでした。今日も彼女たちの店は開店の時間を迎え、たくさんの客がやってきます。わあ、押さないで、押さないでください。商品はたくさん準備してありますから、ちゃんと列を作って。ふむふむ、売れ行きの傾向的に次来る商品はこれとこれかな。リディ、増産するための材料ってあったっけ？なかったら地球仕入れの契約を。多分足りなくなっちゃうね。わかった、仕入れの方は任せて。うん。さて次はソレイユ通りの店に視察しに行かないと。スーちゃんは本当に忙しいね。大丈夫？無理してたりしない？平気だよ。これももっとお金を儲けるためだもんね。もっとお金が儲かればもっとお店を開ける。そうすればもっとたくさんの人を助ける。そのためにも美人女社長として私は立ち止まっていられないんだよ。それはいいんだけどさ、商品売り切れちゃった。あんなに用意したのに。計画変更。リリー、今から作るよ。うん。やっぱりお金を稼ぐのって大変なんだね。リディー&スールのアトリエ、不思議な絵画の錬金術師。